こんにちは気になる男シリーズでタカさんをね今回紹介させていただいております第3話になりますそうそうあのがっつき精神でいけばいいんじゃないですかでがっつき精神が嫌いな人はやめてよってなるし別に気にしない人はねやりましょうかってなりますんでまずは自分からアクションを起こすことだと思うんですよでそれでいろいろ分かっていくって感じじゃないかなと思うんですよいやこれはちょっとズルズルしいかなっていう配慮も大事ですけども多分ね多分ですよ うまくいってる人って別にそんなこと気にしないんですよね、うん、だからこの人うまくいってるだろうなと思ったらずかずかとやっていけば結構ええー、でーみたいになるんじゃないですか、うん、なんかこうあれですよねついつい自分がなかなかねお金も出しにくいし時間の余裕もないしっていう環境にいたりすると他の人もそうなんじゃないかなと思いますけども案外ね、うん、そこそこ年齢を重ねたりとか生活に余裕を持ってると なんか誰かの手助けをしたいかなっていうふうなちょっとねそんな,なんかサービス精神が出てくるんだと思うんですよ、まあ、第一そうね暇ですしねであのお役に立てたらいいなと思うその向こうにお礼とか報酬がもしかしたらあるかもねぐらいの気持ちなんですよ、うん、だって人の役に立ってお金をいただくのがビジネスっていうのは誰でも理解してることなんで先にもらおうがあとにもらおうがどっちも構わないんじゃないかなと思うんですよね で例えば今回このタカさんがねなんかの、うん、例えばプロモーションを私お願いしたとして私がじゃあプロモーションをちょっと応援するとするじゃないですかで売り上げ上がったらさすがにありがとうございましたあれとこれがお礼ですみたいな感じで、まあ、やるんじゃないかなと思うんですよ、えー、ちなみにね吉谷さんも別に何かを約束したわけじゃないんですけども一緒に何かねプロジェクトを組む時ってなんか知んないけど2人とも、あのー、儲かるようになるんですよね うんまあ、それがだから一つの信頼関係かなと約束もしないし口にも出さないし、うん、誰が経費を払うか誰がどういうふうに分けるか一回も話したことないですね契約書なんて絶対にやったことがないですねそれでも、まあ、このぐらいだよねこうだよねっていう感じで、まあ、あうんの呼吸といいますかね当然自分さえよければいいってことにはならないですし、うん、なんかそのお返ししてもいいぐらいのものを自分が受け取るという気持ちでやればいいんじゃないかなと思うんですよ。 まあそういうのも込みでぶつかかっていけばいいいけばんじゃないかなと思います、まあ、私の場合はねあの昔その六本木ヒルズ塾ネオヒルズ塾みたいなところに入って最初の入塾費用が高かったんですけども、まあ、それを払ってねあとは自分の実績でもって恩返ししたって感じですかね。であのこれお礼ですって言ってからね、まあ、いちいちなんかこう折り詰めとかを持ってったりとか。 小金色のお菓子を、あのー、ちょくちょくちょくお,らお支払いしたってことはないですけどもまあでも何かのイベントがあったら駆けつけて盛り上げ役になったりで自分の実績を持って例えばそのネオヒルズ塾を応援することによってねさらにあの次の売り上げが立つじゃないですかで、えー、当然ですけども登壇して自分の実績を話すこともできますしあの塾内でね塾生さんを手助けすることもできてその全体の底上げをできるようになると思ってるんですよ。 まあですんで、タカさんもね、もう今、専業でやってらっしゃるってことなんで、多分ここから生活費からなんから稼ぎ上げてると思うんですよね、だからそれはすごいことだと思いますよ、だからそういう人を紹介させていただけるってことで、私もね、一つには信頼という報酬を得ているようなもんですし、もしね、何かこう、今後、タカさんの方で、何がしかのセールスがあって、で、私がそのセールスに応援できるようでしたら、多分あの売上とか上がると思うんですよ。 でそれをタカさんがどうするかっていうのをタカさんがあのいろんなことを考えればいいんじゃないかなと思いますしそれについてもう何もももななななくても全然私もねね構わいいいいととと思思ままますすすし、ね、あまり気にすることじゃかむしろねなんか最初にこういう約束でやりましょうっていうふうに持ちかけたら結構ビジネスチックであ礼儀正しい人だなみたいな感じになりますけどもいいのかなどうかな悪いかなどうかなっていうのでやっちゃうと結局その遠回りになっちゃうんですよね。 まあ、あの気持ちは分かりますけどね、うん、だからまあ何ていうのかな,なんかこう誰かと何かね目的を持ってジョイントしたいなと思ったらやっぱりこう相手の立場とかうまみを優先するといいんじゃないかなと思いますし、まあ、そうじゃなくてそこまでの関係じゃなくってただあのよろしかったらやりましょうっていうね、えーまあ、そういったことだったらそんなに深く考えることはないかなってとこですか。 これね、多分ねそっかち軍の塾生さんでも思ってるんですよあの塾長は忙しそうだからちょっと何かをお願いするのが申し訳ないなといやそう思ってね全然実力が売り上げが上がらない方が申し訳ないと思いますよだから塾生さんとか視聴者さんが売り上げを上げていい生活に少しでも近づくためだったらどうぞ使い倒してくださいまあ、それがだから先を行くもののうーん考えじゃないかなと思いますよね きっとタカさんが YouTuber をされている時に YouTuber されてると思いますけどもまだ YouTube に不慣れない人がねちょっと質問いいですかって聞いたら別に自分の熟成じゃなくたって全力で答えると思うんですよそうやってまずは相手にギブギブギブしていくことによって自分も高められるし育てられるしでえーそのねいろいろとアドバイスをした相手が問題解決をして一歩でも二歩でも 高みに立つようになったら、絶対にそのたさんのことにね。感謝して、ほったらかしにはしないと思いますからね。そうやってビジネスっていうのはその信頼関係で成り立っていると思います。ビジネスっていうのはね。結局はその感謝と提供でできているんで、心配事とか遠慮っていうのはそこに入らなくてもいいのかなと思いますよね。はい、じゃあ第3話はこんなところで。終わりましょうか。じゃあまた。